はい、皆さんこんにちは、始まりのプロダクトの時間になが2時半時間になりました、今日はね特別編ということで、実はいつものスタジオを飛び出して、お送りするんですが、私はスタイルとケルモハウスアートディレクターの大加奈子です。今日もね楽しく、プロダクトを進めていきたいと思います。さあね、今日はどこかということ、ちょっと不思議なサファリパークにね来てるんです。みんなサファリパーク行ったことありますかね。行ったことある人ちょっとねうんってね押してみてもらっていいですかね。あ、結構みんなね行ったことあるようですね。ちょっとカメラ切り替えていきますね。何や、なんかちょっと怪しい人がいますね。すいません、こんにちは。よっ、かわいいね。すいません。はい。あ、今日ここの案内をお願いしてるんですけども。あ、君ですね、お客さんは。あ、そうです。こんにちは、ようこそ。こんにちは。私の名前は、まだない。え、まだ名前がないんですか？いえ、違いますよ。名前は、まだない。まだないさんですね。そういうこと。あ、わかりました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。イエーイ。テレビ出るの初めてです。テンション上がってますね。はい、ということで今日はまあ不思議なサファリパークということで、ちょっとね動物がたくさん出てくるようで、それをクイズ形式で紹介をしてくださるみたいなんですが、ということです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。今私が見てたのはペンギンたちなんですけど。はい、ペンギン。まずじゃあ、はい、大きい動物をご紹介します。すぐそこにいるんです。大きい動物、じゃじゃーん。うわ、大きい、でっかいぞ。おー、イエス、でっかいぞ。まだないサングラル、ね、まだないサングラルじゃないですか。そうです、私より大きいですね。大きいですね。ほら。すごい。初めてこんな近くまで来た。触ってみてもいいですよ。あ、結構硬いんですね。ちょっとつるっとした感じです。はい。じゃあ、クイズ行ってみましょうか。お願いします。はい。じゃじゃじゃん。はい。象の耳はなぜ大きいのというクイズです。ゾウもね、大きいですよ ね。それにもちゃんと理由があるんですね。そうなんです。じゃあこれ3択にしてるので、ね、選択肢を出していきたいと思います。1番、音がよく聞こえるように。2番、羽だった、ね、昔飛べたってことですかね。3番、体温調節、ね、この3つ出していきたいと思います。ちなみに、はい、ここはちょっと不思議なサファリパークなんですけど、はい、クイズは皆さんの世界の動物のことですから、はい、一緒に考えて、お友達やお母さん、お父さんに喋っちゃうと、みんなびっくりしちゃうかもよ。なるほど。考えてね。はい。さあ皆さんね、3択から選んでみてください。どうですかね。ね、耳が大きい理由とかね、あんま考えたことなかったですね。でしょ？そうでしょ？はい。そうだぞ。はい、皆さんどうですかね、選んでくれてますかね。どうですか。はい、ということで、体温調節が多い気がしますね。はい、じゃあまたナイスさん、選んだぞって言ってくれてる。カリフラワーさん。ありがとうございます。じゃあまたナイスさん、正解を発表してください。正解は体温調節のためです。はい、3番を選んだ、はい、ゴールデンイーグルさん、カリフラワーさんかな？正解です。はい。ゾウの大きい耳の中には、血管がたくさん通ってます。で、ゾウが耳をパタパタさせているときは、飛びたいわけじゃなくて、ちょっと暑いから体を冷やしたいなーっていうときなんですよ。そうなんですね。知らなかったでしょ？知らなかったです。ね、はい。すごいですね。面白いですね。なんだか、
動物にもっと興味が湧いてきました。それはいいことです。じゃあ、はい、次に行ってみましょうか。はい。あ、まだないさん、ちょっとこれ上は何なんですか。お、いいところに気づきましたね。ここは、はい、不思議ですから、お空に池があるんですよ。うわ、すごいな。カエルもいるし、オタマジャクシもアメンボもいろんな生き物がここでも観察できちゃうんですよ。すごいですね。ちゃんと空が見えるので、綺麗でしょ。本当に水の中にいるみたいですね。ちなみに、はい、この名前はチャイケと言います。チャイケというですね、変わった名前ですね。はい。なんか泳いでる感じにもなって気持ちいいですね。そうなんです。ここでゴローンとして池の中を観察するのはとっても気持ちがいいですよ。へえ。さあ、まだまだ動物出てくるんでしょうかね。はい、じゃあ行ってみましょうか。はい。それそれ。それは。何が見えるんですか。これですか、はい、不思議動物スコープです。いいですね、うん、すぐ作れますから、皆さんもやったらね。わかりました、はい、お、はい、次は親子の動物を発見しましたよ。お馬さんですかね。そうです、お馬です。いつもね、親子でね、あのここをね、歩き回っていてね、とっても仲良しなんですよ。かわいいですね。はい、じゃあ次は馬のクイズに行ってみようと思います。はい、お願いします。じゃじゃん。え、競馬の馬の名前で本当にあったのは。みんな競馬って知ってますかね。私は大人だから知ってますね。あ、そうですか。競馬っていうのは、馬が運動会のかけっこみたいに競争する遊びなんですよ。へえ、そうなんですね。その時にね、馬にはみんなお名前や番号がついてるんですけど、結構変わったお名前の馬がいるんですよね。じゃあそれが今回の問題ですね。そういうことです。わかりました。じゃあ選択肢を出していきます。1番もち、2番おまわりさん、3番忍者。これ本当にあったんですか。ね、皆さんがこうペットのお名前つけるときを考えてもらったらちょっとわかるかなと思うんですけど、はい、誰か結構不思議ですよ。あの、サキさんかな、キタサンブラックっていう。キレは知ってるかな、大人かな。さあ、みんなね、どんどん選んでくれてますね。さあ、みんなで揃ったかな。ということで、正解発表していきましょう。お願いします。それでは正解は、なんと、全部でーす。全部かーい。ごめんなさい。みんな本当にいた大馬の名前なんですよ。すごいですね。なんかどれも嘘っぽいのに。そうなんです。競馬の時はね、このテレビみたいに競争の様子をテレビで中継をしたりするんですけど、はい、その時の実況がね、変わったお名前だと面白かったりするんですよ。え、じゃあちょっとまだなえさん、やってみてくださいよ。はい、お願いします。パラパッパパラパッパパラパラパッパッパー。さあ、ゲートが開いて、お馬が出発しました。えい、みんな一斉に走っております。おっと、ここで前に出たのはもち。もちが粘っている。もち粘る、もち粘る、もち粘る、そのままゴールへ。もち粘るって面白いですね。すごい面白いですね。おまわりさんはどうだったんですか。おまわりさんの場合はそうですよ、はい、おまわりさん逃げる、おまわりさん逃げる。こちらの馬が、おまわりさん逃げて、一着でゴール。おまわりさん逃げちゃダメですよね。こんな感じです。ちょっと大人なクイズでしたね。面白いですね。なんかちょっと、のやつもありますか。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ次の問題はこれ。はい、シマウマの毛がなくなるとどんな模様になるでしょうか。はい、短冊出しました。ごめんなさい、ちょっとあのチャットが面白くて読んでしまいましたが、それ。
1つ目、しましま。2つ目が、水玉。そして3つ目は無地ってなってますね。どれか選んでください。はい、水玉なんかちょっとおしゃれかもしれませんよ。チャットでね、関さんかな、うん、山田雅人よりうまいって来てますよ。まだない、ちょっとできるかもしれない。はい、今日の視聴者はちょっと大人が多いのですね。はい、皆さん選んで、くれてますかね。シマウマの、毛がなくなるとどんな模様になってるかを、当ててみてください。はい、ちなみにシマウマ豆知識なんですけど、はい、シマウマのシマは暑いところにいるシマ、馬の種類の方がシマシマが多いらしいんですよ。あ、そうなんですね。へえ、面白いですね。ね、でもなんでかまだない、知らない。まだないさんは完璧じゃないんですね。そうです、そうです。はい、ということで、シマシマが一番多いですね。そうそうそう。さあ、じゃあ、まだないさん、正解の方を発表してください。正解は、はい、無地です。はい、3番の無地でした。はい、色黒でおなじみのシマウマさんなんですけど、はい、毛を取ってしまうと、はい、体には模様はありません。あ、ないんだ。大体は黒だったりとか灰色だったりの色なんだそうですよ。不思議です ね、 ね、 ね、なんであんな綺麗に白黒にね、なるのかね、うん、かっこいいですよね、シマウマね。かっこいいですね。はい、じゃあね、マナナさんは馬乗ったことあるんですか？馬ね、乗ったことありますよ、一応。あ、なるほど。ちょっと前見えにくいんで危ないんですけどね。なるほどね、はい、いいですね。ないんで乗ってみたいですね。じゃあ次ちょっと行ってみますよ。ここ通れるんですか？今日は水がよく流れてますよ。やっぱり台風が来てるらしいから、それでじゃないですかね。これは滝ですか？いえ、そうです、そうです。あ、そうなんですね。すごいなぁ。サファリっぽい。はい。この滝の名前知りたいですか？知りたいです。あ、わかりました。はい。チャイアガラの滝。チャイアガラですか？はい、言ってみてください。はい、チャイアガラ。ナイアガラ？ノーノーノー、チャイアガラの滝。なるほど。言いにくいですね。はい。いろんな名称があるんですね。はい。これ通るんですか？通ります。ちょっとあなたお水に弱そうですから気をつけてください、ね。わかりました。じゃあさっき通って。まだないは大丈夫ですよ。はい、じゃあさっき通ってみてください。なるほど。さあ、どうぞどうぞ、お気をつけてください。大丈夫かな？ iPad 水没しないですかね。それ知らない。よいしょ。はい。おーおー、あなたセンスありますね。上手じゃないですか。ありがとうございます。はい、じゃあ次はこっち行ってみましょうかね。うわ、めっちゃかわいい。ちょっと女子コーナーって感じでしょ。はい。ね、うさぎさんですか？はい、こちらも親子です。ちょっちょもちなみに親子かもしれません。そうですね。かわいいですね。ちょっと大きいサイズですが。ね、大きいですよね。不思議触りサイズでございます。あ、少し不思議サイズ。はい、イエスイエス。じゃあ、クイズいってみますよ。はい。はい。じゃじゃん。ウサギの目が赤いのはどうしてでしょうというものですね。ね、赤いですよね。確かにウサギの絵とか描くときに、ね、赤く描いたりしますよね。ね、みんな見たことありますかね。はい、じゃあ選択肢出していきますね。はい。1番、人参の食べ過ぎ。2番、夜更かし。3番、血管が集まっている。さあ、みんな今夏休みでしょうから。ちょっと夜更かししちゃって、目が赤い人もいるんじゃないですかね。うん、そうですよ、ね。あ、カリフラワーさんが可愛いって言ってくれてますね。まだないさんのことですかね。ありがとうございます。イエイ。そうね、目がね、赤い理由、これもちゃんと理由があるんですね。そうなんですよ。私もちょっとね、夏休みで目が赤いのは、ね。夜更かしのせいかな。そうですね。はい、じゃあちょっとね、正解の方言ってみてください。でもね、はい、一番多いのは血管が詰まっているんですね。なるほど、なるほど。みんな科学家ですね、なかなかの。はいはい、正解は、はい、血管が集まっているから。みんなすごいじゃないですか。すごい、みんなよくわかりましたね。はい、ウサギは人参をいっぱい食べているからではなくて、
寝不足じゃない、ないから、ちゃんと寝てても目は赤いんですよ。本当ですね。ね、全員世界ですね。がいっぱい通ってて、その中の血の赤い色が見えているんですよ。へえ、あ、そうなんですね。決してなんか寝不足じゃないって言ってですね。よしよしよし。私もちょっと触っとこうかな。うんうん。ちょっと人参コンロ持ってきたやつ。食べてくれるかもです。じゃあ次行きますよ。はい、どんどん。はい。まだまだ。まだいますね。まだいるんですね。まだ終わりじゃないんですよ。はい。お、あ、今日はいっぱい並んで飛んでるな。最高ですね。お、いっぱいいますね。これは鳥？あ、鳥ですよ。わあ、すごいですね。仲良くてね、こうやって一列になって飛ぶんです。さあ、どうぞどうぞ、はい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 。あ、餌、餌付けができるんですね。はい、そうです。かわいいですよ、ね。私もやってみていいですかね。はい、どうぞ。ありがとうございます。お、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 いいですね。かわいいですね。ね、いいですよ。はい。はい。みんな模様も違うと、顔も違います。本当ですね。はい。そんな鳥さんの方です。じゃあ、行きますよ。はい、お願いします。じゃん。本当にいる鳥の名前はどれでしょう？本当にいる鳥の名前はどれでしょうか？はい。はい、じゃあ選択肢をね、出していきたいと思います。よいしょ。この子たちの名前ではないんですけどね。はい。1個目が刺し歯、2個目が、入れ歯、3つ目が虫歯というふうになっています。刺し歯、入れ歯、虫歯ってちょっとね。ね、面白い名前ですよね。はい。ね、どれが正解なんでしょうか。まだないの、お口の中にはどれもありません。で、これ虫歯じゃないですか、黒い。いやいやいや、ありませんよ。そんな。はい、みんなね、選んでみてください。はい。ね、本当鳥みたいに飛べたら気持ちいいでしょうね。ねえ、意外といい天気ですね。そうですね。ね。はい。このサファリは室内でも空が見えるんですね。そうなんですよ。はい。さあ皆さん選び終わったかな。とね、選択肢ではですね、入れ歯が多いですね。お、なるほどなるほど。はい。何か見えますか？うん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 。みんな元気そうで目が輝いています。なるほど。じゃあ、はい、それでは正解をお願いします。正解は、刺し歯です。はい、一番の刺し歯選んだ人が正解になります。そうなんですよ。変わった名前なんですけどね、結構かっこいいんですよ。はい。こんな感じです。かっこいいですね。ね。早そう。そうなんです。タカの仲間で、夏に日本にも来るらしいです。あ、そうなんですね。羽を広げたら1メートルぐらいあるらしいですよ。あ、大きいですね。ねあ、かっこいいですね。かっこいいですね。はい。へぇ、すごいなぁ。まだいますよ。あ、まだ、じゃあ行きましょうか。大丈夫ですか、はい、大丈夫ですよ。はい。じゃあ次は、お、元気者の、モンキーですか。お猿さんですね。はい、そうです。お猿です。この子はね、とても活発でね、はい、ロープを飛び回ったり、ボールで遊んだりするんですよ。あ、すごいですね。しかもちょっとカラフルなんですね。模様が可愛いですよね。はい。さあ、じゃあそんなお猿さんにまつわるクイズなんかもあったり。行ってみます。じゃじゃん。動物の名前が入る猿の名前で、いないのはどれ？ね、はい、いないやつ。そうです。一個だけあるので。この中にいないの。さあ、1個目は豚。2個目がワニ。そして、3つ目がカニということでね。この中で、2つは本当にいる猿の名前。ね、入ってる名前があると。さあ皆さんね、選んでみてください。お猿には結構変わった名前だったり、動物の名前が入るものがいるんでね、他にもね。でもそうですね、どれがいてどれがいないかな。そう、みんなどんどん選んでくれてますね。
猿の言い方を教えてくれるかもしれない。このお猿さんは何が好物なんですかね。そうですね、バナナだそうです。あ、バナナさん、動物とおしゃべりもできるんですね。そうですね、すごい特殊はい、じゃあ、正解の方発表してください。はい、正解はワニ。ワニはいません。はい、ワニがいないですね。そうです、他の2つはいてね、豚は豚おざるって言って、豚の尻尾ってかね、うん、のおざる。あと、カニはね、カニクイザル、はい、もう食べるのかな、そんな名前のおざるさんがいますよ。へえー、すごいですね。ねえ、あとキツネザルとかね。ああ、キツネザルね、聞いたことありますね。いますよ。そっか、なるほど。じゃあね。はい、またね、遊んでほしいね、このね。はい、じゃあ次、行きましょうか。最後が引っ込まで来ましたけど、まだ奥に行きますか。そうですね。結構、サファリ広いですね。ね、でしょでしょ。はい、次は何が出てくるんですかね。ちょっとここから飛び出してくるかもしれないので。え、そんな中、行ってみましょうかね。どう猛なんですか。結構、荒くれ者かもしれない。ちょっと怖いな。あ、いますね。でも大丈夫。優しい顔してます。あ、この子は、カバですか？これ、カバです。これ、沼なんですね。そうなんですよ。カバはね、泥んこの中でね、水遊びするのが大好きなんでね、いつもこうやってね、ここの沼で遊んでるんですよ。そうなんですね。なんかね、全身見たいですけどね。ねえ、大きそうなんですけどね。全部出てきたとこまだない、見たことないんです。まだないさん。はい。足元に。あ、私が苦手な。足のこと忘れてたね。はい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 。いや。触って大丈夫なんですか？あ、大丈夫ですよ。可愛いですよ、この子よ。ちょっと怖いなぁ。毒もないし、とっても、フレンドリー。本当ですか？追わないように気をつけてね。わかりました。なんかじゃあ、ちょっとヘビが怖くなくなるようなクイズとかあればいいな。じゃあ、ヘビのクイズしてみます。あるんですね。はい。名前と見た目にギャップがあるヘビの名前は何でしょう？名前と見た目が違うってことですね。そうです。選択肢の方をね、出していきたいと思います。1個目、硬いヘビ。二個目が熱いヘビ。そして、三つ目がおめたでかいヘビになります。これも名前の問題なんですけど、一個だけ本当にいるんですよ。じゃあ、硬いヘビは柔らかいし、熱いヘビは冷たいし、でかいヘビは小さいってことですね。そうなんですよ。ちょっと、勇気出してちょっと触ってみようかな。大丈夫。あ、まあまあ、まあ、なんか可愛いかな。おもさん、顔が笑ってますよ。はい、さあ、皆さん、選びましたかね。その子は名前なんて言うんですか？この子はピンクちゃんです。ピンクちゃん。はい、じゃあ、その横、この緑のはこっちですか？はい。緑のです。緑。じゃあ、これはまだないです。あ、いやいや、こっちこっち。あ、これか。はい。海子です。海子。じゃあ、オレンジのはオレンジは、オレオレ。オレオレ。はい、ということで答えが出そろいました。一番多いのはね、硬いヘビがね、結構選択としては多いですね。ヘビ柔らかいですもんね。はい、じゃあ、正解の方、まなねさんお願いします。正解は、でかいヘビです。はい、でかいヘビが正解ということですね。そうなんです。でかいヘビっていう名前のヘビがいるんですけど、はい。本当はちっちゃいです。こんな、です。あ、手のひらサイズって感じですかね。そうです。でもでかい。すごいですね。ちょっと
かんない。なるほどな。さあちょっと、ちょっともう、ヘビちょっとやっぱりあんまり得意じゃないな。あ、じゃあこっちの手口から一回外に出てみましょう。あ、外もあるんですか？そうなんですよ。へぇー。わ、どうぞどうぞ。今日はいい天気ですね。そうね、台風来るらしいんだけど。あ、あ、でもすごい風が強いですよ。気をつけて。はい。お外はこんな感じです。でも今日はね、はい、台風が来るからね、あの外にいた動物はお部屋にちょっと戻ってます。あ、そうなんですね。うんうん、いい天気ですけどね。ちょっとじゃあこっちどうぞ。はい。じゃじゃーん。これは。キリンですか？そうです。大きいでしょう。大きいですね。うちの動物の中で一番大きいかも。すごい。まだちょっと 端まで行ってみてください。はーい。わ、すごい。ほら、まだないのに。大きいでしょ？背中に乗ってる感じですね。ねえ。わあ。ゾウよりもっと大きいですよ。まさかキリンがいるとは思いませんでした。そうなんです。じゃあキリンに関する、はい、ありますよ、お願いします。はい、じゃじゃん。キリンの鳴き声はどんな、ね、鳴き声でしょうかという問題ですね。そうです。キリンって鳴くって知ってましたか？いや、あんまり鳴くイメージではないですね。キリンは絶対に鳴かないらしいんで、聞いたことある人さんもほとんどいないと思います。はい、じゃあ選択肢ね、出していきたいと思います。まず1個目が、目。2個目が、もう。そして3つ目が、にゃーですね。結構かわいいですね、どれでも。ね、それでもなんか、大きい動物の鳴き声っぽくないですもんね。ね。ちなみに、この子のチャームポイントは長い舌ですよ。舌が長い。うん。あ、ほんとですね、ビローンってしてますね。わ、大きいですね。ちょっと足、キリンの頭に、ちょっと、あ、初めて、触りましたよ。はい。どうですか？柔らかかったです。そうですね。はい。うんうんうん。さあ、なんかあの、影で本当に檻に入ってるみたいに見えますが、さあ皆さん選び終わりましたかね。あ、これは結構分かれました。あー、でしょうね。結構難しい。うん、そうですね、うんうん。ということで、正解を発表してもらいましょう。はーい。正解は？正解は、もうです。もうってことは、牛みたいですね。そうですね。なるほど。意外ですね。ね。キリンっぽくないですよね。馬とかっぽいのね。本当ですよね。うんうんうん、いやー、ほんとかわいいですね。ねえ。ここの動画なかなかめったにお目にかかれませんよ。ほんとに。うん。ねえ、すごいいっぱい動物見れちゃいましたね、今日はね。ありがとうございます。はい。こんな感じなんですよ、うちのサファリパーク。だいぶ不思議だったでしょ？でもすごい数多くいましたね。ね。さあ、ということで、まあ、こんな感じですかね、動物。全部見終わりましたね。はい、ということで、ちょっとね、インカメラにして、まだなえさん、2人でね、映っていこうかなと。やっほー。はい、めっちゃ風が強いですね。ね、皆さん、クイズ楽しかったですか？やっほーとか言ってくれます。イェーイ。みんなね、映ってくれてますね。まだないと楽しかったです。はい、不思議なサファリパークなんですけど、実はここは、ね、サファリパークじゃないんですね。ねえ。実はここは、いつも私が、自己紹介の時に、チャイルドケモハウスの話をしてるんですが、そのチャイルドケモハウスからお届けをしております。じゃじゃーん。全体像。こんな感じです。はい。ね。
今日本当風が強いですね。ねえ。大ケモには動物がいたり、違うものが現れたりする時もあるし、みんなが楽しいものが次から次から出てくるんですよ。はい。で、そしてチャイルドケモハウスのアートディレクターの仕事は、まあ、病院っぽくなってるんですけどね。はいね、まだないわ、実はチャイケモのスーパーボランティアですので、普段はお掃除をしたりいろんなことのお手伝いをしてます。はい、スーパーなんですね。うん、うん、はい、うん、でもね、いろんなとこからね、このイーレクチャーのライブで配信ができるというのが分かったんで、またみんなと違うところね、授業してみたいなと思いました。またチャイケモにも来てください。はい、ぜひ来ます。お願いします。はい、ということであっという間でしたが、楽しかったですかね。質問とかないですか。あ、ボールケオが後で行っちゃった。おっと、大変大変。すっごいいい天気なのに、うん、ま、ね、風は強いです。みんな気をつけてね。はい、ライブ感満載。ということで、またすぐにお会いできますように、お送りしたのは、チャイルドケモハウスアートディレクターの岡奈子と、まだないでした。それでは、さようなら。バイバーイ。青空から。おー。